イザヤ書、三十九章。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク・バルアダンは死者を使わして、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが、元気になったと聞いたからである。ヒゼキヤは彼らを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にある、すべてのものを彼らに見せた。 ヒゼキヤがその家の中、及び国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたかどこから来たのですかヒゼキヤは、遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見たのですかヒゼキヤは答えた。 私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。ニザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの。あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。また、あなたが産む。 あなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で観岸となる者がいる。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのである。